タグッドジャパニーズの自然な日本語。いいね。サウナ。あ、出た。出た。え、何もそのルーティンの一つに入ってるんだ、サウナが。ん、まあ、そうだね。だからもう基本的にどんどんとこうなんか充実させたいっていうのがあるから、やっぱり人と、会ってこう話をするっていうのは絶対なんだけども、うん、なんかその中でこうサウナとかって何がいいってこう、うん、もちろん体っていうか免疫力つくとかもそうなんだけど、なんだろうな、まあ、やっぱりこうサウナ暑いところに入ってるとさ、もう何も考えないのね。そうね、そうね、確かに。だから、うん、多分体が暑いからその暑いことに対して、もう何も考え、瞑想状態というか。そうだからなんかそれがすごい頭の中がすっきりする感じと、へー、水風呂入って休憩したくなるから体がびっくりするんだけど、で1分とか入った後に、まあ、外気浴っていうか外でこうね、座ってとか寝たりして休んだりしてるとか、なんかすごいこう、ああ幸せだなみたいな。いつから始めたの？なんかね、最近めっちゃサウナ行ってるよね、翔の。まあ、青山の方が言ってんだけど。あ、そうなんだ。ただ、あれだね、いつからっていうか、もともと好きだからね。あ、そうなんだ。好きだったけど、ここまでちゃんとこう、なんていうのかな、休みの日にちゃんと行くっていう。うん、そうだよね。うんうん、できなかったよね。そうそう、なんかさ、私の友達もめっちゃ好きで、サウナ。熱いのってあるもんね。ねえ、なんか知らなかったけど、健康センターとかあってさ。そうそう、行きたいもん。うん、あ、そう、なんか、それで初めて水風呂入って、でもやっぱ入るのと入んないの全然違うね。そうね。いや、あのね、やっぱ水風呂入んないと、うん、まあ、あんまり意味がないっていうか、まあ、ただ汗を出す訓練とかだとサウナはいいと思うんだけど、うんうんうん、水風呂に入って休むってい う, こう1セットしたことで、へ、五感が研ぎ澄まされるというか、うんうんうん、その後の夜ご飯とかめちゃめちゃ美味しいの。へ、そうなんだ。へ、うん、あ、いいね。え、でも東京でも結構あるの？サウナの。何？あの、銭湯とかにあるの？そうね。基本は銭湯だから、銭湯にあるんだけど、やっぱここ数年で、そのサウナブームじゃないけども、今すごいよね。増えてるから、なんかやっぱ、なんていうのかな、クラウドファンディングとかですごい老舗の、銭湯が潰れそうだったりするところをクラウドファンディングで、もう一回リブランディングして、若い人に取り込んでみたいな、そういうのが出てきてるから。あ、そうなんだ。面白いですね。あ、いいね。いいね、いいね。じゃあ、東京も結構多いんだ。めちゃめちゃ多いね。世田谷区もそうだし、目黒区、渋谷区とか、まあ、自転車で30分圏内でね、それこそ50個とかんじゃないかな。あ、本当？え、すごいね。まあ、ただ、なんかその中でも、やっぱいい悪いは、良し悪しはあるから、何がいいの？なんかあの温度が高ければいいとかそういう問題じゃない？あ、本当に温度はね、一つね、判断要素の一つで、あ、そうなんだ。例えば、なんだろうな、暑さが95度から100度とかだと結構あってるね、うん、一般的に。一般的に多分80後半とか。あ、そうなんだ。へえ。だと思うんだけど、例えばそこの暑さと水風呂の温度も結構あって。温度は例えばちょっとぬるいとかだと整わなくなっちゃうから、うん、ちゃんとこう15度に設定されてる水風呂とかだと、なんかよりこう気持ちになる。あ、そうなんだ。そういう銭湯とかサウナを狙っていくの、翔のは。そうね。あ、いいね。うん、そうね。あとはやっぱりその客層じゃないけど、結構、うん、そこはマナーじゃないけど、なんかやっぱちゃんとしてるところってそういうところもスマートだから、うん、そういうところもリピートするよね。あ、なるほどね。あ、そうなんだ。だって最近とかさ、サウナ入って帽子とかちゃんとかぶってる人とかさ、いるもん ね。それね、青山に、青山がなんかサウナハット、うん、そうそう。あ、そうなんだ。この間、エイプでさ、サウナ2人行ったんだけど、そこで2人で、サウナハットデビューした。てか、俺はサウナハットデビューだったんだけど、青山は結構してる。あ、そうなんだ。小さがあったんだけど、へ、割と本当に良かったっていう。あれする理由ってわかる？なんかさ、なんか、
剥げちゃうとかそういうの、なんかさあのここの頭皮にさ良くないんでしょ、暑い、なんかその暑さだけ、そうね、分かんないけど、なんか友達が言ってたけど、ないから、うん、髪にあの熱が良くないから、うん、だからそれを守るっていう意味でもあると思うけど、うーん、あじゃあいつもこうやって被ってるの、こういうの、うん、被ってる。かぶってるけど、俺一回しかかぶってないから、ちょっとあれは一人でさ、サウナ行くときは、ちょっとまだ俺は恥ずかしさがあるね。青山はね、すごいよ、多分。もうプロだね、じゃあ。プロだね、ひげ生えてるしね、彼。あ、そうなの？てか、めっちゃ仲良くない？週一で会ってない？昔はもっとは、あの、もっとの頻度で会ってたけど、うん、今はもうね、土曜日しか飲まないから、もし飲むと。すごい！え？もし酒飲まなかった。ショーの毎日飲んでたのに、すごいね、変わったね。この間3週間飲んでて。マジで ?3 週間飲んでて、栃木のキャンプ行ったから。すごい。だってショーのだって、一回救急車で運ばれたもんね。うん、マジそうだよ、本当に。昔ね、二十歳とかの時ね。うん。で、お見舞い行ってさ、ひげ生えててさ。あめっちゃ懐かしい。黒歴史だねえ、うわすごい、え新しい仕事に変えてからちょっと変わったって感じ、うん、もう、ね、よかったね。じゃあね、多分俺ね、お酒が好きっていうよりかはお酒の場が好きだから、だから別に一人で飲むってこともそこまで好きじゃない、うんだから、うん、まあ結論家とかでもお酒はないし、うん、それ前から、前もお家になかった、まあ、転職してからだね、ただ。へえ、すごい、なんかもう、転職してめっちゃ変わったね。いいじゃん。けど、2、3ヶ月前までは、ほんと金曜の花金みたいな感じだから。うんうんうん。ね、なんかそうなるよね。私も今、土日。うんうん、あ、そうなんだ。けど、それがもう最近はなくなってる。ちゃんとコントロールできる。うん、ねえ、なんかやっぱ飲みすぎるとさ、次の日、ほとんど潰れるからね。もったいないよね。うん。そうね。けどそれってさ、ちゃんとそういうの経験しないとさ、うん、失敗ではないけども、なんかわからないからさ、うん、だから俺は良かったと思ってて、別に、確かにその救急車に運ばれたことも、一つの失敗かも、ね、あの、人が見たかもしれないけど、ただそれをしたことで、今が、ね。確かに確かに。あれはまあね、思い出というか、いい経験だよね。そうね、そうね。いいね、ショーの。変わったね。まあ、人はそんな簡単に変われないからね。ちょっとちょっとですね。ちょっと、まあ、今年会えるか分かんないけど、また会いたいな。あ、そうだね。あれだね、なんかちょっと大使と少し話したんだけどさ。ああ、最近会った？